どうも、今日鶏の唐揚げと中華丼を夕飯に作った藤間です。今日もビットコイン、リップル、イーサリアム、ネム、そしてビットコインキャッシュのチャート分析をしていきたいと思います。このチャンネルでは仮想通貨や株のチャート分析を毎日配信しておりますので、投資に興味がある人やお金持ちになりたい人はぜひチャンネル登録をしてみてください。はい、本日の仮想通貨市場はね、一旦調整相場ということで、まあ一時期ね、20% 近くのまあ下落がありましたということで、まあ全面安ですね、調整も変えているということで、このままね、また落ちていくのか、それとも一旦これは、まあ日足レベルの調整で、再度上に行っていくのかと。まあ、その辺についてね、お話ししていこうかな、というふうに思います。引き続きね、私のツイッターの方でも、仮想通貨のつぶやきやってます。で、この動画の説明欄にツイッターのリンクね、載せてますので、まあ、ツイッターやってる方は僕をフォローしてみてください。はい、今日も仮想通貨ニュースを読み上げてから、ビットコインキャッシュ、イーサリアム、ネム、そしてリップル、ビットコインという順番でチャート分析をしていきたいと思います。はい、今日の記事ですけども、今日の記事はですね、コインテレグラフジャパンの記事です。ビットコインのクジラの数が過去最多を更新していますと、機関投資家の参入継続の兆しがありますという記事でした。1000ビットコイン以上保有するアドレス、まあ、今で言うと、38億円とかね、それぐらい持ってる、人の数が、最大になりましたということで、大口保有者のアドレスは2221から2334まで増加していますということです。2017年の年末、まあ、前回のバブルから比べると 30% 以上増加しているということで、引き続きね、まあ、その、大口の個人投資家とか、まあ、機関投資家の買いが、まあ、進んでいるということでした。ちょっとグラフがあるのでちょっとお見せすると、この辺がね、2010年です。で、これずーっとじわーっと上げていって、どんどんクジラの数ね、増えていってるんですね。だからやっぱビットコインは、大量に保有してもずっと持っているような人がいると。多いと。まあ、たまにね、そのクジラによる暴落みたいなのありますけど、ほとんどのクジラは、まあ、全然売るつもりがなくてね、もっと高値まで行くまで、まあ、持ち続けているということが、ま、わかるかなと思います。なのでね、まあ、我々個人のその投資家もね、現物は、ま、しばらくガチョウでいいんじゃないかなと。まあ、2021年のこのバブル、は、ま、持ち続けることがいいんじゃないかなと。持ち続けた人が勝つという感じで見ていっていいんじゃないかなと思います。まあ、特にビットコインはね、基本的にはま、ずっと上がっていくでしょうから、ビットコインをたくさん持って、なるべく長く持つというのがいいかなと思います。はい。この記事がプラスマイナスでどれぐらいかというと、まあ、プラス3ぐらいにしたいかなというふうに思います。はい。それではね、ビットコインキャッシュの、チャート分析からいきたいと思います。ビットコインキャッシュが今ね、52,300円を推移しております。ちょっと冷やしで見てみるとね、最近チャート分析してなかったんですけども、まあ、結構強い上昇がね、ありました、最近。他のね、アルトコインよりちょっと遅れた形で上がってきました。この辺がね、24,000円ぐらいです。この辺の底になったところがね、24,000円に対して、まあ、急激にね、1ヶ月ぐらいで、爆上げしてきたと。ということで、一時期が、68,000円まで、爆上げしてます。で、今日調整。ビットコインが落ちてきたのに合わせて調整してきてるって感じなんですけど、ビットコインキャッシュが、今注目すべきなのは、1年以上ね、1年というか2年半ぐらいかな。2年半ぐらい続いた、レジスタンス、54,000円ぐらいのとこ。ここね。これレジスタンスになってるんですけど、ここね、ずっとレジスタンスになってるんですよ。この辺もこの辺も。2019年、2020年。で、その前見てみたら、ここ、バブルが終わった後の2018年にサポートになったとこ、この54,000円のところは結構ね、意識されてるんですね。で、ここを、なんとか超えてきたので、ここね、超えてきたので、今調整して、まあ、ちょうど今ね、線の上ぐらいにいます。一時期ちょっと下に向いたんですけど、なので、基本的には上目線でよくて、まあ、今ぐらいから52,000円ぐらいから買っていくのがいいかなと思います。で、ビットコインキャッシュの場合はですね、まあ、史上最高値がすごく高かったんですね。確かね、50万ぐらい、いきました。2017年でバブル。だから今買っても市場対高値まで行くなどしたら、まあ10倍ぐらいはなる可能性があるので、まあちょっと少量でいいから、買っておいてもいいかなと思います。
ちなみに私ビットコインキャッシュにもちょっと思い入れがあって、実は2017年のこのバブルかなり乗ってました。当時ね、いくらで買った、8万円とかで買ったのをこの辺の40何万円くらいまで持ち続けたんですよね。バブル崩壊するまで持ち続けて、結構爆撃取った記憶がありますので、思い出はあるんですけど、まあ私は最近買ってなくて、まあちょっと今日買いました。久しぶりにね。3年ぶりぐらいに買いました。うん。まあ IOST の 0.9 円ぐらいのところと一緒で、長くレジスタンスされたところをぶち抜けたらそのまま上がっていくんじゃないかな、というふうに思います。はい。ビットコインキャッシュは以上です。次、イーサリアムですね。イーサリアムが今1120ドルぐらい、11万4000円ぐらい推移してます。ビットコインの調整に合わせてね、かなり落ちてきましたが、なかなかね、落ちないですね。もっと落ちるかなと思ったんですけど、まあ、この辺ね。一時期が13万5000円まで上げたんですけど、なかなか落ちない感じです。で、こうやって、引いてみてみても、なかなかね、この上昇トレンドラインまで落ちてこないんですよね、だから。イーサリアムは買いが強いです。週足で見てみたら、10MA が8万5000円ぐらい?この辺にあるので、ここまで落ちてきてもいいんですけど、まあなかなか落ちてこないと。で、ビットコインがこのままダラダラ下げてくるんだったら、やっぱ9万円台ぐらいまで落ちてもいいかなと。うん、思います。まあ、てっぺんが13万5千円ですので、30% ぐらい下落するなら、まあ、9万円台まで落ちてきてもいいかなと思います。今ここで線引いてるのがこれ8万5千円なんですけど、もうちょっと上、この辺ぐらいまでね、9万円ぐらいまで買っていければいいのかなと思うんですけど、まあ、ビットコインが今冷やしレベルで調整が終わっていて、また上に行くかもしれないので、まあ、今ぐらいの価格から少し買っていっていいかなと思います。11万円台からね。11万円台で少し買う、10万円台で少し買う、9万円台で少し買うみたいなね。そんな3段階で買っていくと、まあ、結構ね、爆上げに乗れるんじゃないかなと思います。で、イーサリアムは、市場最高値がね、もう少しこの辺なんですよ。14万円ぐらいのところ。なので、そこを抜けてくるとかなり強い上昇してくるんじゃないかなと思ってます。週足で見てみたら、まあ、こんな形ですね。これ2017年のバブルの14万ぐらいのところね。で、今13万ぐらいまで上げて、今調整されてるので、この辺で買って仕込んでいけば14万円ぶち抜いた後に、かなり強い上昇来るんじゃないかなと、いうふうに思ってます。はい。なので、引き続き、まあ、調整中なので、まあ、今ぐらいから買っていって、もっと落ちてきても買えるようにしていくのがいいかなと思ってます。はい。イーサリアムは以上です。で、次がネムですね。ネムを、他のアルトコインに引きずられて落ちてきました。昨日までね、こういう上昇トレンドライン見ていて、ここ割れなかったので、このまま上がってきそうだって言ってたんですけど、やっぱ他のコインに合わせて落ちてきました。なので、また21円ぐらいまで落ちてきます。はい。なので、ちょっとね、日足週足で見るとただのレンジですね、今ね。この辺のね、18円から32円ぐらいまでのレンジで推移してる状態。一時期31円まで上げたんだけど、まあ、だらだら下がってるって感じ。だこのね、ボックスレンジを抜けない限りは、まあ、このままずっとうようよするわけなので、この31、2円のところをちゃんと抜けてくるかどうかがま、大事なんですね。ただまあ一方でこの18円のところもね、かなり硬いので、ここね、かなりヒゲ何回も5回、5、6回つけたけど割れなかったんで、まあ18円のところは割れてこないんじゃないかなと思ってます。なのでネム買いたい人はもう今ぐらいから買っておくのと、まあ21円、20円、19円ぐらいで刺しとくと、まあ刺さるんじゃないかなというふうに思ってます。結構ボラティリティ高いのでね、今のネムね。1日の値動きでこれ5円とか6円ぐらいあるんですよ、この幅がね。この幅が。なんで、まあ、その辺でね、20円とか19円ぐらい刺しとくと多分刺さると思います。明日、明後日ぐらいだよね。はい。ネムはね、引き続き私はガチホンなので、スナップショット終わってもガチホンすると。2月のスナップショットでも、売ることなく、暴落に耐えようかなというふうに思ってます。はい。じゃあ次に、リップルですね。リップルが今 30.130 円を推移してます。こんな感じのチャートですね。残念なことに、昨日ロングしてたんですけど、バイビットで FX でロングしてたんですけど、
落ちてきたので、そこでストップロスで言ってたんでね、昨日言ったところ、この辺だったと思うんですけども、昨日36円で取ったと思います。で、35円までストップロスを上げておいたんで、そこで利食いされてます。なんで、私は結局、0.34ドルで入って、0.35ドルで、利食いされたので、結局1円ぐらいしか幅取れてないんですよ。まあ、普通だったらね、三角持ちは上抜けなんで強い上昇を期待するんですけど、まあ、ビットコインが調整相場になったんで、それに引きずられたと。いうことで、不発に終わったってことなんですけど、一旦ね、リップルが偉かったのは、この、ここ、26円のところ。ね、レジスタンスされたところが、今度サポートになっていて、この26円で下げ止まっている状態ですね。で、今もう4円幅ぐらい反発できているので、まあ、ここが底なのかもしれないですね。リップルだけ見る感じだと。強いですね。上昇強いですね。なので、リップル変えてなかったとは今ぐらいから買っておくのがいいと思います。この辺のね、26円から31円ぐらいのところで、買い集めておくと、まあ、いい感じだと思いますね。上昇の1波、2波、3波、4波、5波。で、上昇乗るんだとしたら、まあ、今は、まあ、2波目ぐらいのこの調整なんで、まあ、買い場としては絶好なのかなと。この間のこの辺のね、20円台前半で買えなかった人は、今買い場かなというふうに思ってます。で、ビットコインしたいですけど、ビットコインがそこ作ってくるような感じがあったら、リップルをまたバイビットでロングしてもいいかなと思ってます。この辺でね、これ今結構反発強いので、すでにここ 20% ぐらい上げてますから、ここの26円がそことして見られていて、まあロングしてもいいかなと思ってます。ロングして、まあ直近高値のこの38円ぐらいのところまで狙うとすると、30% ぐらい取れるので、結構ね、レバレッジ取引だと爆撃出せるのでいいんじゃないかなと。で、ストップロスはこの26円に入れとくといいかなと。で、価格上げてきたらストップロスを上げとくって感じで、上にもついていけば FX のね、いい取引ができると思いますので、リップルを FX してみたい人は、バイビットでやってみてください。この動画の説明欄にバイビットのリンク載せてますから、やってみるといいんじゃないかなと思ってます。はい、なのでね、まあリップルはまあ悪くない調整だと思いますね。まあ妥当なところとか綺麗にまあ落ちてきたという感じだと思います。はい、今買いましたチャンスですね。はい、ちょっとここでね、ちょっと飲み物飲ませていただきたいんですけども、次ビットコインですね。ビットコインがですね、369万円まで落ちてきますね。一時期ね、335万円まで落ちましたということで、結構落ちましたが、一旦ちょっと反発はしてますね、短期ではね。まず、じゃあ1時間して見てみましょうかね。昨日ね、私ツイッターの方ではね、ビットコインがちょっと怪しいよってつぶやいたんですよね。そこで、まあ、売ってた人もいるらしいので、この暴落に巻き込まれなかった人も結構いるようですけども、まあ、こんな形でね、一時期高値は440万近くに来ました。で、こう暴落ということなんで、幅としては、440万円から、350万なんで、ちょっとね、暴落幅を見てみましょうかね。335÷440なので、まあ、24% の暴落はしてるわけですね。ここからここまでね。24%。まあ、冷やしレベルの調整っていう感じですね。冷やしレベルの調整。なんでかっていうと、こうやって見てみたら、移動平均線の、冷やしの 10MA は、一旦終わってきてるので、冷やしレベルの調整は終わってますよって感じ。ただ、週足の、調整はまだまだ終わってない。週足の 10MA は267万円のところにあります。ここです。なんで、週足レベルで落ちてくるのするともっと落ちてくるって感じ。で、週足は、RSI がまだ変わりすぎないんであります。80なので、まだ週足レベルの調整は終わってない。状態ですね。冷やしレベルでは65まで落ちてきたので、ちょっと見えにくいかな。ここまで落ちてきたので、まあ、冷やしレベルの調整は終わりました。じゃあ、この調整が、冷やしレベルで終わるのか、週足レベルで終わるのか、そこの判断が難しいんですけども、まあ、ここで見ておけばいいのは、下落のトレンドラインですね。下落のトレンドラインを超えてきたんだったら、まあ、冷やしの調整で終わったと言えるんですけど、まあ、こんな感じ。この暴落からのこういう。ここを抜けてきたら、
まあ調整終わりなんですけど、これ今反発してますけどね。ここをまたショートで入られてこう落ちてくるんだったら、まだまだ落ちてくる可能性があるという感じですね。なのでまあちょっと判断難しいので、FX したい人はとりあえずショートですよね。下落トレンド確定なんで、この辺、375万円とかね、3600ドルとか、あ、3万6000ドルとかでショート入るのがまあセオリーで、ここ上抜けたらまあ損切りで、逆にこの下落トレンドを上に抜けてきたらそこでロング、まあセオリーですね。で3万6000ドルぐらいがまあ境なってくるのかなと思います。で、現物の人は、まあ、とりあえず、冷やしレベルの調整は終わってるので、もうこの370万円ぐらいで、とりあえず買っていっていいかなと思います。少し買う。370万円で少し買う。で、週足のレベルの調整するんだったら、270、80万ぐらいまで落ちてきますから、それぐらいまで、落ちるのを待つというのがいいかなと思います。今買う、そして200万円台後半ぐらいまで落ちるのを待って買うというのがいいかなと思います。まあ、ちょっと、どれぐらいの調整来るかわかんないので、なんとも言えないんですけど、ただね、このまま落ちる可能性もあると思ってます。なんでかっていうと、久しぶりにね、陰線が3日連続続いてます。陰線。3日連続陰線が続いたのは、実は結構前で、ここか。ここなんですよね。ここは11月の23日なんで、1ヶ月半ぐらい前です。だから1ヶ月半ぶりに、連続3日、週足、あ、日足の、陰線が続いてるんですよ。そうすると、まあちょっとね、一旦下落トレンドが続くかもしれないですね。まあなので、まあ今ぐらいから買うんだけど、週足レベルの調整があるかもしれないと思って、まあ300万切るぐらいのところまで差し入れて待っとくのがいいかなと。この辺ね。この、週足の 10MA ぐらいのところぐらいまでは落ちるかもしれないと。267万円ぐらいまで落ちるかもしれないので、まあ、それは想定しておいた方がいいかなと思ってます。はい。というわけで、今日もチャート分析をしてみました。今日のお話が役に立ったという方は、ぜひチャンネル登録と、動画のグッドボタンをお願いします。そして動画の説明欄に私がおすすめしている仮想通貨取引所を紹介しております。日本の取引所であればコインチェックとビットバンクがおすすめです。コインチェックは日本の取引所の中で最も取り扱いコインが多いというのと、ネムのシンボルトークンのオプトインに対応しているのでおすすめです。そしてまた IOST が買える珍しい取引所でありますので、必ず登録しておいた方がいいと思います。そしてビットバンクは全てのコインで差し値取引ができるというのと、手数料がとても安いのでおすすめです。そして、日本の取引所にはないマイナーなコインもトレードしてみたいという方は、バイビットを登録してみてください。そして FX も挑戦してみたいという方は、オーバービットとバイビットがおすすめなので、ぜひやってみてください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。藤本でした。また明日。この動画の説明欄、またはこちらの QR コードにある私の LINE 公式アカウントでは、株や仮想通貨、そしてお金に関するお得な情報を見つけたら配信しておりますので、ぜひ友達申請をしてみてください。そして、Twitter や Instagram についても、やっておりますので、この説明欄のリンクからフォローしてみてください。チャンネル登録はこちらから、そしておすすめ動画はこちらです。最後までご視聴ありがとうございました。藤真でした。